ここ数年規模を縮小して行われました鬼踊りなんですが、今年は元気な赤ちゃんの鳴き声聞くことができるんでしょうか。三条市にある本庄寺、その名物となっているのが鬼が舞い、子供が泣く節分会大祈願祭の鬼踊りです。鬼に抱かれた赤ちゃんは健康に育つとされる鬼踊りですが、新型コロナウイルスの影響で一昨年は中止となり、去年再開したものの子供との触れ合いを自粛。しかし、泣かせたいんでぜひ来てもらいたいですね。今年は感染対策を講じて子供たちとの触れ合いが解禁されました。寺から招待を受けた200人が集まる中、鬼が登場し迫力満点の舞を披露。そして3年ぶりに鬼が赤ちゃんを抱っこ、久しぶりの泣き声が本堂に響きました。しっかり泣いてくれたんで良かったです。鬼に抱っこしてもらえてたくさん泣いてたので、はい、無事に大きく育ってほしいなと思います。やっと子供を抱っこすることができました。来年以降もっともっと小さい子に来てもらいたいです。今年は3年ぶりに境内での鬼踊りも披露されるなど、地元の風習が人々の身近に戻ってきました。世の中いろいろ不安定なことありますけれども、すべてこれは試練と受け止めて、立ち上がって向かっていくという、それによっていろんなことを乗り越えていけるんじゃないでしょうか。鬼の思いがつないだ節分の伝統、訪れた人は厄除けの願いとともに笑顔を見せていました。